2軍サワンの中で今季調子が良いのが2年目の長谷部選手。昨年はドラフト6位入団ながら、社会人卒として即戦力の期待がかかっていたんだけど、結果として1軍出場はなかった。ちょっとプロの壁を痛感しておったな。2年目の飛躍を目指し、昨年秋のキャンプでは黒田アドバイザーの助言で腕を下げた3クォーターに変更。球の出所が見やすかった点を修正する狙いがあったそうなんだけど、今季はここまで5試合に登板して自責点0と結果として現れているね。オフには肉体改造に取り組み、体重を8キロ増やして直球の強さを磨いてきたルーキー左腕の滝田選手。高田一選手の調子が上がらない中で、貴重な左腕としての出番は近づいてるかな。首脳陣の評価も上がっておるしな。1軍では堀江選手、森浦選手、黒原選手がブルペンに入ってる。すぐにとはいかないけれど、1軍初登板も近づいている気がするね。ということで、長谷部選手のお話でした。